してまいりますが、インサイド入ってきてレオラウンズです。ここから狙っていきます。決まります。きれい。ドリブルしています。杉本圭振って展開するジャンパー3です。決まります。リングに弾かれながらもしっかりと決めてきました。昨日の試合は第4クォーター途中までアースルン東京 Z がアルティーリ千葉にリードをしていましたが、ここはうまくスキープショット、ワンハンド掴んでスプライル、リングです。長身のここはレーンが取ってレーン狙っていく。ようやくイシュマエルレーンに得点が入りました。栗原には大崎優太がついています。レオライオンズがこのスプライルにしっかりついて、おっと待った、レオライオンズイージーバスケット。そして5分を切ってきましたので活躍ができませんでした。昨日はダブルダブルの活躍、35得点のレーンでした。さあ杉本送っていって、ここもアシスト。さあここは速攻でいって杉本を決めてきました。杉本のツーポイントです。レオライオンズコーナーに振っていった、リングで嫌われますが杉本圭がリバウンドを取る。アシュリーです。アシュリーが粘って粘って非常に強いところを見せました。杉本にもう一度ラベネル、右には木田がいます。またボール線を送っていってレオライオンズを使いました。藤本浩太がボールを送っていったアシュリーへ、藤本ボールをゴール線に送っていってラベネル送った、入る。ラベネルこれで今日の得点が14得点2ポイント。コントロールうまくできません。藤本そしてコービーパラス、ゴール下の攻防、笛が鳴ってアシュリー決めてボーナスワンショットを獲得します。栗原翼にボールを送って、もう一度大谷幸太郎、ここから打っていく3リングです。リバウンドはどうか、リバウンドはアルティーリ、早めに入れていってフロントコートからダンクで決めました、ブランドン・アシュリー。早いボールを送っていった、そのボールを井出勇気、井出、井出がまだ持っている、井出フローター。アディソン・スライルフロントコートに入ります。そこに大塚がつきます、いや 大崎がつきます。大崎ついてバンクショット、2ポイント返します。61得点。リバウンドはスプライル。さあ残り23秒、スプライルレイアップ。さあ残りもう数秒です。それで放っていく3ポイント、嫌われて残して、もう一回放つ、放ったボールはどうかな、決めることはできません。試合が終わりました。